私が専門とするのは美術史学です。美術史学では芸術表現の発展の歴史や個々の作品がどのようにして生み出されたのか、その時代の政治、社会、思想、宗教などとどのような関係にあったのかといったさまざまな問題について考察します。特に私が研究しているのは中世末期から近世にかけてのヨーロッパの美術で、近年では石や金属などの特殊素材に描かれた絵画について調べています。芸術作品はその時代、地域、文化が生み出した最も素晴らしいものであると思います。長い間多くの人々に大切にされて今に伝わっているのです。美術史学の魅力は何といってもこうした芸術作品の数々と直接関われることです。普段は研究室で専門書を読んだり取り寄せた資料を分析したりしていますが、折に触れてヨーロッパの美術館や教会を訪れて絵画作品を自分の目で見ることを心がけています。こうした時間が一番の楽しみです。